さん、今回ね、悔いにしましょうか。この漢字ね、ちょっと使ってなかったですね。悔い、悔しい、悔い。悔しいです。後悔、悔しい、悔や,やむ。どうですかね。<laughs> まあ今回ねその難病、皮膚の難病に反応した理由が、ちょっとニキビはね、ここできて痛いんですよ。でも痛いなと思ってたんですけど、あのその動画見てると、 なんだこのニキビみたいなね <laughs> これぐらいでアーダーコーダ言ってんじゃねっていうねでいいんですけどそう,そういやでもその人に比べるとねあの難病に比べると全然カスみていなあれだなっていうのはね感じさせていただきますねうんまああのほんとねあの悔しいだったり後悔するような人生っていうの送った方がいいですか送らない方がいいですか というふうに、まあ、2曲になった場合僕は後悔するような人生は僕は送りたくないんですよねだから僕は送りたくないから日々1日をまあ大切にそしてん無駄にそしてなんだあのなんだろうな大切に無駄にうん生きるみたいな <laughs> よくわかんないですよね なんかね僕利、利根川さんのセリフが、あ、じゃあ、兵道さん,なんだか道兵道会長のセリフがすごく好きなんですけど、命をね、大切に大切に、ね、あの、なんか、カイジが、その、なんか、最後、ま、兵道会長みたいな、勝負だみたいな、逃げるのかみたいな、張ってやるみたいな、なんか、あのいい、いいカードで勝った後に、また兵道会長に吹っかけるときに、逃げんのかみたいなね。 ほうほうほうみたいな感じで <laughs>。で、その兵頭会長が言うんですけど、最近の若いもんはさ、なんだっけな。なんかその、命を大切に大切にすると、命は腐る、よどむ、みたいなね。うん。海二君、君は心得ておると、命の使い方を、みたいなね。<laughs> 結構好きなんですよ。うん。あの、兵頭会長のセリフが。 そう大切にすることも大事なんだけど大切にすぎしすぎると淀む腐るみたいなのねちょっと深いと思うんですよねだから無駄に無駄にすることも大事だし大切にすることも大事だしただトータル的なバランスで言うならばじゃそれを含めてじゃあ後悔がな悔,悔いが残るのか残らないのかというところかなと思いますねうんんか悔いが残らないようになんかあのー、生きた方がいいんじゃないかなと思いますね まあ特に僕はお客さんを見てて思うのが、うん、もう何年前から何も変わってないですよ。もう本当に7年8年時間があってね、まあ、10年選手もいますけども、まあ、変わってないと時間があったよねと10年あればさすがに時間あったよねって話で結局気づいたら10年過ぎてしまって何も変わらないネットで稼ぐ稼ごうって決めてから10年経ってああどっちフラスみたいな感じで。 なんかだったら諦めて諦めればいいんじゃないかなと、まあ、諦めなかったからこ,とこそまた10年後に変わるかもわかんないですけどなんかもったいないなと思いますよねで深く後悔してほしいし深く悔しく思ってほしいですね俺は10年間何やってたんだとネットで稼げることを知って何やってたんだと で、いまだにネットで稼ぎたいと思ってる。10年前そう思って、今も思ってて、この10年間結局何一つ成就させてない。何一つ結果を出してない。買ったのはノウハウコレクターになって、お金だけ消えてったっていうね。借金まみれになったっていうね。なんか一つね。なんか一つ10年やってればものにはなりますよ。うん。だからこれから後悔してね、そういう方は後悔していただいて、まあ、やるかやらないかですね。 後悔しても,う立つのかもしくはまた挑戦するのかいってらっしゃい。